さあでは行きましょう。スーファミのナイトガンダム物語でございますが、第3章ついに来ました。アルガス騎士団、見たことあるような感じのやつらが見えてます。さあスタート。お、よかった、気がついて主人公がガンダムじゃなくなる。あ、アムロっぽいっすかねこれ。気がつかれましたか。私はあなたが道で倒れていらっしゃったので、ここで看病して差し上げたのですよ。はあはあ、私たち兄弟は戦争で荒廃していくムンゾが嫌で、ここでひっそり暮らしているのです。ムンゾ、お願いです。ムンゾの国を元の平和な国に戻してください。状態を見るか。アムロ、あー、うわうわ、すっぱだか、マッパです。レベルは22。いやー、ちょっと丸裸やなこれ。どうします、どうします、マジで。壺の中調べた。ほうほう、いや、女の子とガチかぶりしてるから。ムンゾの町に帰りたいよってことは、ムンゾの町があるってことね。うわ、来た、ナイトの鎧。ああ、なるほど。いや、今度置かんといてよ、渡してよ。もともと俺が着てたやつやろうかこれ。ふざけんなよマジで。いや、だいぶ強なる。いや、こんな丸裸で、とりあえずちょっと装備整えたいけどな。あ、一軒家か。やな、これちょ、大丈夫かな、雑魚出ますよね。さすがにそんな強い設定ではないと思うけど、道沿い、このフェアウェイ沿いに行けばいいかな。ムンゾン、え、まあまあ強ない、大丈夫これ。ガルバルディ、え、大丈夫かこれ。ムービーサーブでいいか、サーベルの攻撃でいいか。49。いや怖い、めっちゃ怖い、なんか一撃で死にそう。シューン言ったら死ぬで。ほれ、見なんやねんこれ。ちょ待て、ちょ待て、おい、お金これ、うーわ、1万円いかれたわ。いや、ちょ待って、最初の町までこれ地獄やんか。逃げなあかんのか。まあ、逃げれましたけどね。これか。いや頼む、ちょっとご勘弁。いや1万円マジ1万円これ最悪や。酒場ある、酒場ある。ムンゾの城下町、王様はさ、国を大きくすることばかり考えてんと。お前、金を取り戻すこと考えてくれや。嫌なことがあったときは酒を飲むのが一番だよ。わかるけど、お酒切れとるかな。ほら、何飲んでんのお前は。ちょっと壺、若干壺が若干気になりだした。嫌やな、めんどくさいんすよね。っていうか仲間よ、ちょっと仲間、あのレベルの雑魚を相手にしていくんやったら無理ですよ、アムロ一人では。無理というか絶望きた、毒消しきた、タンス調べだ、タンスも調べれる、あるんやな、やっぱ。まあでも銀の粉なんかしょうもないしね、まああんまり気にしなくていいか。それよりお金を使ってしまいたいですよ、お兄ちゃんみたいに強くなる。強いか、さっきガチンいかれとるよこっちは。ちょっとなんか優しみ見せろや。ガンタンク入ってろこれ、ガンタンクをもう直接入れといてほしい、壺に。これアルガス騎士団編じゃないですか。一章二章のやつらは出てこんか、これ。そこで合流か、最後。四章とか五章あたりで、アルガスと交戦中。最後に合流パターンのやつちゃうか、これ。
やる気を失ってる。いや、僕ももういきなりやる気を失ってるよ、これ。1万いかれとんねんから、これ。1万いかれとんねん、こっちは。だいぶ恨みあるよ。カード出すでもするか。そうや、そうや、そういえばカード出すを召喚する魔法みたいなのあったな。それもちょっと、そのためですからね。ちょっとやっとこうか。あ、あれ？スルーしてもた。最高ゴーレムちゃん。蹴りか、これは。マッドゴーレムや。足の裏のディテールが全然入ってない。ちゃんとやらんと。アッシマー。アッシマー、今井。かっこいいなデザイン。キラ出るまで行こう。何脅かしとんねん。イエティ的な、森の奥ベア、森の熊さん的な。来た。うわ、かっこいい。来た。バーサルナイト。バーサルガンダム。かっこいい。いいですね。めっちゃ好き。ダサい。背景の色もなんかおじいちゃんの色、スケルトン動画でも被ってないから。連続でやれよ、ほんま。あ、これ何？アッグ、モールアッグです。ちょっと僕もね、少しだけですけどね、モビルスーツちょっとだけね、分かるようになってきたんですよね。ちょっとだけですよ、本当に。カクリコン、やっぱりさすがにプラモとか作ってますからね。あ、メッサーラ、これかぶった。もう一枚キラ出るまでいきます。そろそろやと思いますよ。うわ、結構好きなデザイン。ドーベンウルフ、なんかでかい体験持ってたな。出会ってないっすよね、多分まだ。あかんけど、出た、裏切り者。ちょっと力強いなぁ、デザイン。キラから降格させられとるわ。仲間のくせにキラじゃないっていう。出たー、黄金の騎士。かっこいいね。かぶり。まあ、キラですけど、かぶり。あの辺、黄金の騎士あたり召喚できたら強いんじゃない？ちょっとそれに期待をしつつ、いつかできるんかなぁと。よし。買い揃えよう。もうお金使おう。高かった芝生で、マジで。ガチ、いかれとんね。1枚。もう俺1枚いかれとんね。早足のマント。これでも装備できるな、みんなね、多分。アムロ。みんなの分買おうかな。武器も来るかもしれないですけどね。いや、もう多分仲間なるんでしょうから、ちょっとまあいいか。早足のマントは多分ほんまにスピード上がったりするのかな。防御力やん、防御力。防御力をしっかり上げとかないとダメ。多分お城におるんやろな。宿や、宿や営業してない。そんな、何があったんやん、コロナか。いや、もう3階建てのやつ建てて営業してなかったら、もう赤字がやばいぞ。いいね、いいね。とりあえずアシュラの剣でいいか。サーベルは売っちゃうか。サーベル、まあでも攻撃がさっきのクラスの敵に入るとは思えないんですよね。セイラさんより今弱いでしょ。民のお方、私はユイリーと申します。もしアルガス王国へ行かれることがあれば、神優王子に無事だとお伝えくださいませんか。はい、神優、神優、神優王子っていうのはおんねや。なんだお前は、さっさと帰れ。貸してもらえへん。ジオンっぽいマークがついてるな。ジオンに
行かれてるっていうことなのか。いやちょ待って、まだまだこれ外行かされんのかよ仲間。めっちゃ怖いこれ。頼む、なんか待ち、あかん。あかん。気づいてない？いけるか。いや無理やでこれ。あれハイザックって一匹でも船乗ってた時行かれたやつやからトラウマやね。あかんってもう。気づいてない、とにかく気づいてない。これ絶対気づいてないのかもしれん。一人やからね。よっしゃった、頼む頼む、間に合え。うわー、行かれてるわこれ。誰か、なんか廃墟なってる。誰か、おい、嘘でしょ。あ、いたいた。ナイト鈴木、フルーツ冷麺美味しいね。カータンです、カード出すよろしくね。え、なにこの、やめて、そうスタッフ乗りみたいな、やめて、もう。うわ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 、完全にあかんわ。うせやん。うわ、なんとかしてあの城入るんかな。そこ洞窟あるけど、もう絶対無理や、もう。そっちかな。でもあの城の中に仲間いそうとは思えないっすけどね。どうなんやろ。そんな洞窟さんね。これ、こことは思えんぞ。でも行けるってことは。ちょ、待って、マジで。しかないってことなのか。敵のレベルを見てみよう。あかん、クレイズさどれぐらい食らう。あかん、こっからなんや。いや無理ゲーやろこれ。ちょっとなんとかレベルを上げないと。一人で行くことを覚悟してなんとかレベルを上げないといけないのか。いやちょっと待って、そんなはずない。お城どっか横道から入れないか確認する方が先や。そんなことないで、絶対そんな。やめて、ほんまに無理やから。のいて、ちょっとのいて、のいて、のいて、のき、よし。いやこれ無理やからね。どうしたらいいんやろ。どうやって入る、入る方法。どっか穴開いてたりせんかね。裏から回れるような、マジで、マジで言ってんのかこれ。ちょっと待ってくださいね。お金がね、2900円しかなくなってる。いやもう死ぬわ、死ぬことを前提で買うわ。ちょっとね、これ買わんと、これ鋼のもの買っとこう。もう今更遅いっすよ、今更遅いけど、もうマジやな。あれ絶対洞窟行かなあかんな。アルガス王国行かなあかんな、これ。アルガス王国に行った上で、アルガス王国で、そいつら仲間を連れてこなあかんねや。多分。で、この宿屋も使えへんから、え、めちゃめちゃきついで。嘘でしょ、これ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとじゃあ、一戦一戦、とりあえず一戦勝つこと。森の熊さん。これならいけそう。なんか弱そうやもん。鋭い牙。ミス。奇跡が起こって勝ってる。勝つしかない。奇跡を起こすしかねえ。よっしゃ。体麻痺。
よしよしよし、よっしゃ、経験値上がらんのこれ。銀のこなせるか。うわ、レベル上がらんのこれ。ちょっと上がってほしかった。5個ぐらい一気に上がりましたね。よしよし、これでやっと乗ってきましたねみたいなことを期待してた僕は。張り付きやで、この小屋に。あ、メタルスライムっぽい、メタルアッザム。一応やってみよう。ムービーサーベイ効かないね多分。これでレベル上げろってことじゃん。出た出た出た、運営さんの。多分当たらないでしょうね、魔法は。ん？何？よっしゃ、大丈夫。ルフィラやったな。そんな簡単じゃねえぞー。いやでもそれにかけよう。この動画とんでもない感じになると思いますが、ちょっとこれきついもん。あれなんかな、なんかその下準備が足りてなかった。その知らないっすからね。まあ、少なくともお金ここで持ってたらめちゃくちゃやばいな。うわうわうわ、強そう。あいつ強かったやつやで。バーザム、ヤクトドラゴン、バーザム。無理じゃないこれ。どうやってしのぐ。ムービーサーベイ攻撃でいってみるか。バーザム効くとは思えないですけどね。45、炎を吐いた。20、なんとか耐えれるか。バーザム、くわー、くっ、あんな弱そうなやつでもきついのか。別、なんかこうやったらもう強引に逃げまくっていった方がいい説まであるぞ。単品で出てきた敵以外は全部逃げて、いやこれ無理やって。いや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 、これちょ待って、どうせーって言うねんこれ。あんまり分布は変わってない感じなのかな、この周りと。そんなに変わってないようにも見えますよね。来た、1人。ヤクトドラゴン1人強いで。でも多分炎は15ダメージ。炎は濃いくら71。くぅー、71。厳しい。炎吐いてくれないと。でも炎吐かれても次攻撃来たら終わりやしな。いやいや、耐えれるだけ耐えてみるか。ムービートゥールでやればいいから、炎さえ来たら。炎来た、よし、チャンス、一発入れるチャンス。ムービートゥール来てくれ。よし、効いた、54効いた。森のクマさんやわ。森のクマさん狙いかな。近く張り付いててもどうせヤクトドラゴン出るから、こっち側の白張り付きぐらいで森のクマさん狙いか。まあこいつらやな、こいつら狙い。メタルアッツァム狙い。会心出ればよし。よし、攻撃した。どうなんやろ、
ミスりやすいことまで踏襲してんのかな。当たるのは当たるのかな。当たるな。やめて。よし。よし。これでどこやってんねんお前。マジかこいつ。頭も悪い。今もう倒せたかもしれない。3ぐらいのはずですよこういうパターンは。よし、来た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 、いけるぞ。死にかけてるアムロが。倒せ。どこやってんねんマジで。あかん、頭が悪い。そんなバカな。よっしゃ、いった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 。ダメージ3までいった。なんとかいった。倒れない。やばい、耐えた。死闘やでこれ。メタルメタルやろうと。よし、5倒せねー。めちゃくちゃ強い。頼む。6。よっしゃ、いった。きたー、かー、きた。よーし、すげえ。倍ぐらいもらった。今の自分の倍ぐらい。うふぅ、いやっふぅ。やっぱりや、これでなんとかせえと。救済措置や。でもきついっすよ、6ダメージは。めちゃくちゃきついな。会心出ないともう、これでしょう。やれんのかな、これ。50。4体おるよこれ。2、あ、いけるいける、これいけるやん、これいけますね。意外とハイザックは弱いんや。体力があるだけかなあっちは。よっしゃ、倒した。まあレベルが上がったことも聞いてんのかもしれないですけど、やれますぜ。ダムの多分技術的なものがね、少ないんでしょうね。やっぱ会心が、あのネモが懐かしいですね。会心が出ない。まあでもね、ちょっとだけ光が、本当に少しだけですけど光が見えてきた。違う違う違う、あのね、宿よ。嘘でしょ。え、回復はよ。してくれた今。え、ちゃん、回復をね。嘘でしょ。え、おかしくないですかこれ。MP 回復って死ぬ以外ないの？カエルみたいな。フロッグアッガイ。どうする。ストーンズさが一番やばそうやけど、しっかり倒していくか。レベル上がったんだ、俺にだってやれるんだよ。やれるやれるやれる。よっしゃよっしゃ、オッケー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 。強いな、ビット。ウビサーベ、物理には強いかこいつは。見た目がもうそうですもんね。硬い、カチカチ、このカチカチ野郎。苦しいな、こんなかつてない苦しさあったでしょうか。今でも防御力が上がってるますので、上がってるますので、これを利用してやっぱりもう洞窟攻略行くべしかもしれないですよね。ちょ、これマジどうせえっちゅうのよ。何の変化もないですね。仲間、おい、仲間がいないよ。よし、逃げ逃げ
スーパー逃げ逃げ戦法で、倒せそうなやつが出たら倒す。基本はスーパー逃げ逃げ戦法でいく。配信出ろ。結構逃げおるからな、こいつ。6はつらいわ。いやー、6ターン耐えるのは、まあ、倒したらうまみはでかいっすけどね、めっちゃ。なんとかここ抜けるしかないと思われる。行く。何回でもチャレンジする感じで行こう。これいける、これいける。倒して、多分このカエルもあんまり強くないんじゃない、見た感じ。よしよっしゃ。いや、これぐらいにしといてほしかった、正直。強さを設定絶対間違ってると思う。これでも2600とかもらえてるわけやからね、絶対設定間違ってる。上向きの階段、山登るんか、この感じ。よしよし、いいよいいよいいよ。少しずつでも経験値得て、よしよしよし。ちょっと上がるだけでもやっぱ全然違うと思うから。バーニアの魔法覚えた、一番いらんもん。傷薬使おうかな。なんで大事に鋼の斧持たなあかんねん、お前。くそ、抜けた。うわ、貴様、先ほどムンゾンの町を嗅ぎ回っていたであろう。バウ、さてはアルガスのスパイ、生かしてアルガスでは返さん。来てくれた。お前たちの勝手にはさせん。やったー。剣士ゼータ、あなたはアムロと申します。ラクラのナイト、アムロ殿か。この辺りはムンゾのやつらがうようよしている。安全なところまで案内しよう。もうちょい早く来てくれる？マジでもうちょい早く来てほしかったわ。うわうわ、めっちゃ待ってくれてるわ。ナイト、アムロ殿をお連れしました。ボロボロになっておられます。あれ、カミーユかな。カミーユ、おナイト、アムロ殿、我がアルガス王国によくぞ参られた。アムロ殿の話は我がアルガス騎士団の剣士ゼータから聞いた。今我が国は南東にあるムンゾ帝国の脅威にさらされておるのだ。しかも戦士隊、騎馬隊、砲術隊を束ねる将ナイト、アレックスはムンゾに捕らわれてしまった。待てや、戦の折ゆえ大したおもてなしもできぬが、ゆっくりと旅の疲れを癒すがよかろう。そんなこと言ってられません。行きましょう。戦士隊や砲術隊はナイト、アレックス殿がいなければあんなもの何にも役に立たぬ。そうか。え、ユイリー姫に会われたのですか。ユイリー姫は敵ムンゾ帝国国王コンスコンの娘なのです。コンスコン、ユイリー姫おっしゃるにはこの戦争はコンスコン王がスコンスコンコンスコンジオン族にそそのかされ始まったのだと言っておられました。うん、うん、だから何、戦士隊を置いて他にはナイト、アレックス殿を救い出せる部隊はない。戦場では戦士隊、騎馬隊など足を引っ張るだけだ。こいつは仲悪いな、マジで。砲術師ニューガンダムと神王子はもしかしてユイリ姫はパキュンパキュンパキュンなのかも。タカジンの手法、ちょっと待って、一緒に行かへんの自分ら。じゃあなんなんほんまに、めちゃくちゃこっちは苦労してやね。ナイト、アムロ様、あなただけが頼りです。おかしない？めちゃめちゃ頼りになりそうなやつ おんのに、なんでこんな外から来たやつ頼りにすんねんや。もう意味がわかんないっすわ。こんなの矢探ししなあかんレベルで困っとんね、こっちは。ちょっとほんま勘弁してよ。また一人で行かすのやめて。あそこ洞窟でも、上側も見たい。だから一回洞窟戻りたいですね。仲間連れて行きたいですよ、もちろん。行こうよ。行かへんの？いや、
いや、そうか、戦士隊や砲術隊は役に立たへんって言ったのか。仲悪いな、マジでみんな。騎士団長がいなくなってからアルガス騎士団はバラバラで全くまとまらなくなった。そんなに求心力あったんすね、アレックス。ユイリー姫ってのはムンゾ帝国の一人娘。ちょっともうこじこじ、なんかナイトの盾的なものとか、もうとんでもないとんでもない剣とかないかな。チェーンソーみたいなないかな。無理やね。もうないな、もう。じゃあほんまなんもない。いやいや、もう嫌になってきた。ナイト、アレックス殿がなぜムンゾ帝国なんかに捕まったのか知りたいですか。はい、回想や。音おかしないな。さあ観念しろ。ぐ、さすがアレックス。バウを追い詰めてたんや。ドライセン、我々では歯が立たん。倒せん、ドライセン。キュベレイ、このままでは。子供、子供、ん、あ、閉めた。子供人質に取られたんや。あーん、動くな、アレックス。形勢逆転だな。卑怯な小酒、捕らえよ。はは、ザク、これザクか、これ。貴様ら許さんぞ。結構イージーな感じで捕まってる。めっちゃありそうな感じで捕まってる。それも想定しとかんと。まあしゃあないか、まあ、子供守るためやね。そこは仕方がありません。3人のガンダムたちはすごく仲が悪いのよ。バレてるやん、言われてもてるやん。一番恥ずかしいやん、そういうの。なんで仲悪いんですかね。そのお互いがこうマウント取り合うような状態になってるってことですよね。ただアレックスがいたら、もうアレックスが1位やから、もうそれ認めてるからもういいってことやんね。強さが必要やねん、もう。ナイト、アムロが強く入れたら。くそ、鍵閉まってんな。さっきの上の方の扉も鍵閉まってたから、ちょっとお待ちくださいよ。まあ、後ほどって感じなんでしょうね。ラクロア城もまだ開けれてない扉あったと思うしね。いや、これ仲間。神魚王子、あ、待て。すごい噂になってる。神魚王子、ユイリー姫のこと。これ何もないわ、もう。低いや。どうしましょう。とりあえず城出るか。城下町みたいなのがあったらまた装備とか見れたりするかな。アルガス騎士団というのはムンゾ帝国に捕まっているナイト・アレックスを団長とし、剣士ゼータガンダム率いる騎馬隊、闘士ダブルゼータガンダム率いる戦士隊、そして砲術士ニューガンダム率いる砲術隊といった3つの部隊で構成されていると。やっぱり来てくれへんわ。戦争お好きでいらっしゃいますか。戦争好きなやつなどいない。アムロぐらいでしょ。そのボールお父さんが拾ってきてくれたのよ。かわいいでしょ。拾えんねや、そのボールとか。猫みたいな感じなんや。大金失ってるからね、こっちは。出たー、売ってるわこれ。でもいい斧売ってなかった。闘志ダブルゼータは喜んでくれそうな気がする。これお父さんかな。そのボールは私が北の塔の近く行った時拾ったものなんですよ。人に慣れているからきっと誰かに買われていた。知り合いがおるってことか。ボール持っとったやつ、ジムヘンソンさんかな。一家がそっちに行ってんのかな。電磁シールド、
分かってるやんなこと。初めて見たな思ってね、電磁シールドのことをね。とりあえず宿屋は使えるようにはなったな。今までは敵が攻めてきてもないとアレックス様が守ってくれたが、ムンゾ帝国に捕まってしまって、これからこの国はどうなってしまうのでしょう。どうせ言うんやろ、また戻るって感じなのかな。そのユイリー姫に髪を覆ってきたよ、覆ってきただけとか言われる可能性があるから、あんま行きたくないんですけどね。いやちょ、わかるやんみたいな、それで騎士団とか連れてきてっていうことやんっていう、普通に手ぶらで自分行ってきてるやん。いやそういうつもりじゃない、言ったんですよこっちは、とこっちは言ったんですけど、なんか向こうが勘が悪くてって言って、そういう嫌な感じになるから。来た、鋼の剣、やった、銀の粉、すごい銀の粉入ってるな、銀の粉が壺の中にめっちゃよく入ってる。松明、鋼の剣ぐらいですけど多分弱いやんね、めっちゃ弱い、何もなかったら使うわぐらいのやつ。まあ、打ってお金になりますって感じですか。なんかめっちゃ、うわーこれ入ってたんすねーみたいなやつ欲しいなー。もういいわ、もうタンスはもういい。道具屋さんも一応見ますか。まあとりあえずはまだもうちょっとレベル上げかな。アルガスのやつらマジ何の役にも立たんで、全くついてこないっすもん。北の塔にこれ一人で行けってことじゃないのこれ。めちゃくちゃやばいんやけど、これマジでやばい。ショー始まったでこれ途方に暮れていますが、まあ、とりあえず一回あの洞窟の階段じゃなかった通路の方をちょっと調べに行こうと思います。ということで次回ここから行きます。